こんにちは、斉藤直樹です。今回はリスナーさんからキャラクターを描くときの超具体的な悩みが来ていますので、質問に図説付きで答えていこうと思います。10代奥歯さんからの質問です。斉藤先生、こんにちは。いつも動画で大変楽しく勉強させていただいております。早速質問なのですが、私はイラストのトリミングが非常に苦手です。トリミングというより画面構成という表現の方が正しいかもしれません。私は人物をメインとしたイラストを描いていくことが多いですが、頭の中で想像している画面のイメージ、括弧キャンバスの縦横比を含めた完成図と人物等の物の配置がいざ描き始めてみると全く合わないことが多いです。画面構成という面を除き、人物だけにフォーカスして見た時には良い構図、シルエットになっているんですが、画面構成として見てみると微妙になってしまいます。具体的な例を挙げると、まず見てほしい部分はキャラクターの顔だとします。そこにキャラクターの性格を表すために何かしらのポーズを取らせます。そして顔に合わせて画面を構成し始めると、体が中途半端に切れてしまって、どういうポーズを取っているのか分かりにくくなってしまい、体も画面に収めようとした結果、見てもらいたかったはずの顔が目立たなくなってしまいます。おそらく画面を構成する上で重要な工程が何か抜けてしまっているのかと思うんですが、いまいちよくわかりません。見せたい部分をちゃんと見せられるような画面構成のコツ、考え方などあれば教えていただきたいです。これからも応援しています、とのことです。はい、この質問ですね、僕すごくわかります。何よりもまずキャラの顔を描きたいから顔を描く、そしてそれに合わせて体を描く、ここまではうまくいくんだけど、じゃあそれを使って一枚絵を描き上げようとすると、構図の部分でうまくいかないっていうね、そういうことですよね。ちょっとね、これ言葉だけ言われても、まあ、見ている人が想像しにくいと思うので、まずは質問者の奥歯さんが悩んでいることってどういうことなのか、実際に絵を描いて説明していきますね。実際に描いてみる。はい、じゃあですね、実際に奥歯さんが言っている通りの手順で絵を描いていってみましょうか。まず見てほしい部分が顔なので、奥歯さんは顔をまず描いていくとおっしゃっていますよね。なので一旦顔だけを描いていってみますね。今回のイラストは特に決まったキャラクターがいるわけではないので、手癖でオリジナルなキャラクターを描いていってみます。ただね、ちょっと手癖で描いていくと、過去にデザインしたキャラクターと似通ってしまう部分もありはするので、どうかなぁ。もしかしたらちょっと誰かに似てしまうかもしれません。はい、こんな感じで顔の部分が出来上がりました。まあ、顔から描いていくって言っても、奥歯さんはこんな風に後ろ髪まで全部描いてはいないと思うんですけど、一旦わかりやすいように顔の部分全部描いてみちゃいました。そしたらこれに合わせた体を描いていくっていうことでしたよね。なのでそこにポージングをつけていきましょうか。まあ今回はポーズ指定とかは特にないので好きにポージングをつけていきましょう。僕はね、こういうちょっと無表情でクールな顔をしているのに、顔に似つかわしくないようなアグレッシブなポージングを取らせるのが好きなので、クールな顔とは裏腹に元気にジャンプしてヤッホーってね、やっている元気ポーズを描いていこうと思います。大体のポージング素材ができたら、そこに服を着せていきますね。今回はポージングと構図のお話なので、あんまり複雑な衣装だと趣旨がね、分かりづらくなってしまうので、シンプルにテニスウェアっぽい衣装を着せてみました。体についても形がパッと見て分かりやすいように下塗りをしておきます。色はね、まあ、何でもいいですね。はい、こんな感じです。でね、ここまでは奥歯さんもあんまり苦労はしていないっていうことなんです。人物だけにフォーカスしてみると良いシルエットで描けているって、そうおっしゃっているんですが、ここからね、じゃあ一番はやっぱり顔を見せたいから、顔を見せるためにもうちょっと顔を大きく強調して配置してみるぞって思って、はい、こんな風に拡大してみると、上に伸ばした腕と下の足が途切れちゃって、なんかさっきまではいい感じのポーズが描けたと思っていたのに、一枚絵として完成させようとすると思ったような魅力的な絵にならないんだよなーって、はい、多分ね、こういうことを言っているんだと思います。まあね、そこまで悪いわけではないんですが、こだわりが強い人ほどこの部分でつまずいてしまうのは僕はね、よくわかりますね。途中までうまく描けていただけに、ここからどうすればいいんだってね、奥歯さんは途方に暮れているかもしれませんし、きっとね、奥歯さんだけではなく同じような悩みを持っている人は結構多いのではないでしょうか。
はい。でも大丈夫。安心してください。これを解決する手段が5つあります。5つもあるので、皆さんがどれかをできれば、この問題は解決すると思いますよ。順番にお伝えしていきますね。ポーズの上下を縮める。まずは1個目の解決策として、ポーズの上下を縮めるというのがあります。これは一番簡単な解決方法だと思いますね。やり方はすごく簡単です。さっきのように拡大した状態の絵があります。上に伸ばした腕と足がね、途中で途切れちゃっている状態ですね。まあこれ厳密に言えば途切れちゃっているのはあんまり問題ではないんですが、手と足両方がぶった切られちゃっているから見栄えがしないだけなんです。はい。まずはですね、体をくの字に少し折り曲げたりして、一番見せたい顔を画面の目立つ場所に移動しつつ、足も少し上に持ち上げて、ポージングだけではなく構図として綺麗に画面に入るように調整します。そしたら上に伸ばしているせいで画面上部で途切れちゃっていた腕を一旦消して、上じゃなく画面のね、手前側にグーを突き出してあげます。はい。ここでポイントなのは、画面の上下だけに動きをつけてしまうと、顔を強調して拡大した時に、手も足も途切れてしまうということが起こりがちなので、手か足、どちらかに前後の動きをつけてあげるってことです。このように、前後の動きをつけられれば、ダイナミックで動きがあるポーズをしていても、画面の中に収めることができるので、ポーズとしても、一枚絵の構図としても、魅力的に画面に収めることができますよね。この方法は、ほとんど書き直しが発生しないので、一番簡単なやり方です。まず、試してみる価値はありそうじゃないでしょうか。俯瞰構図にする。次に、俯瞰構図にする。という解決策があります。これはさっきよりもちょっと難易度高めですね。というのは、顔を大きくしたいということは、これはね、絵として変になることを覚悟の上で、どのように変形を描ければいいのかっていうと、はい。このようにですね、画面の上の部分を大きく変形して、体の下の部分を小さくしたいわけじゃないですか。このバランスでキャラクターを描ければ、奥歯さんがやりたかった一枚絵として顔を大きく表現することができる絵になりますよね。それを実現できるのが俯瞰構図。つまり、キャラを上から見下ろす形の構図です。絵を透かして、この絵を俯瞰から見たようにしていっちゃいましょうか。今ね、無理やり絵を変形させたので、現状では変に見えちゃっていますが、体のバランスはね、参考になりますので、この絵を透かしながら角度だけを見直していく感じです。俯瞰で描くことによって、横から見た時よりも顔と手が大きく描くことができるので、奥歯さんが本来やりたかった絵に近づけることができるのではないでしょうか。これもね、線だけだと分かりづらいと思うので、さっきと同じように適当な色を塗っていきますね。顔の部分が大きくなったことで、表情もさっきよりもよく見えて目につきやすくなりますので、画面をアップにして気持ちいい目元を細かめに描いてあげるのがコツですね。はい、こんな感じ。全体を描き直す必要は出ちゃいますが、俯瞰にしたことで元々のポージング自体は変更せずに一枚絵として見栄えよく画面に配置することができちゃいました。上下に動きがあるポージングを描きたい、でも絵としては顔を大きく見せたいという時には、思い切って俯瞰構図に変更してみるのはありだと思います。回転させて奥行きをプラスする。次に紹介するのは、回転させて奥行きをプラスするというやり方。やり方は簡単です。この絵は今縦に長い状態ですから、拡大すると上下が切れてしまいます。でもほら、横に何度か回転させれば、拡大しても腕を画面の中に残すことができますよね。ほら、こんな感じで。まあさすがにね、腕が画面ギリギリの状態になってしまっていて気持ち悪いので、少し上半身を起こしてあげて画面の中にキャラを入れてあげましょう。そしてなおかつキャラクター全体に自由変形をかけて構図の入り方を微調整します。はい、こんな感じ。気持ちのいい構図に調整できたら、またレイヤーを半透明にして上からキャラクターを描き直していきます。まあ、変形が少なければね、特に書き直す必要はないかもしれませんが、全体に角縮をかけたりして、絵としてね、違和感が出ちゃっている部分があったり、あとは部分的に角度をつけて、奥行きを表現してあげないと、不自然な感じになってしまう部分があったりするので、一旦この構図でもう一度キャラクターを自然に見えるように、書き直してあげた方が見栄え良く仕上がると思います。
はい、同じように全体を適当な色で塗ってと。はい、こんな感じです。顔は大きくしつつもポーズが分かりづらくならないように腕まできっちり入れることができました。さっき紹介した俯瞰構図と何が違うのかっていうと、俯瞰構図の方が全体として逆三角形のように下にすぼむような形になっているので、不安定で動きがあって軽やかな印象になるのに比べて、今回紹介したパターンは下に向かって広がっている三角形のように安定的で肉感のあるイラストに仕上がるっていうことでしょうか。この辺はね、好みによってどちらを選択しても大丈夫です。顔をメインにするのをやめる。はい、これはちょっと奥歯さんが求めている答えから少しずれた答えになってしまうんですが、もともとですね、顔をメインにしなくてもいいっていうのがあります。あ、一応ね、僕はいつも顔を大きく配置することが見栄えが良くなることにつながるよってお伝えしてますよね。なので、それをちゃんと聞いている皆さんは若干混乱してしまうかもしれません。おい直樹、いつも言ってることと違うじゃんよ。俺らを騙してたのかってね、言われかねないんですが、いやいや、違うんですよ。顔を大きく配置するのは、間違いなく見栄えを良くするテクニックではあります。ただ、その上でですね、人間ってそもそも顔に一番興味があるんですよ。ほら、心霊写真とか思い出すと分かりやすいと思うんですが、3つのシミが壁についているだけなのに、うわ、顔だ、顔があるってね、シミを顔だと思い込んじゃうぐらい顔が好きな生き物なんですよ、僕らは。そのぐらい顔が大好きな僕らなので、たとえ顔がちょっとぐらい小さく配置されていようと、自然とね、目がいっちゃうのはやっぱりね、顔なんですよ。なので、もう思い切ってですね、画面のダイナミックさを優先して、一個前に紹介したようにちょっと奥行きをプラスするだけにとどまらず、もうね、めちゃめちゃ煽り構図にしちゃうっていうのは一つの手です。はい、もうこのように顔をあえて小さく配置して、体やとりわけ足をもうグイーンって思い切ってパースをかけてでっかくしちゃって、足元にいるね、ちっちゃなチワワから見上げたような視点にしてしまっても、キャラクターの存在感が際立って、この子どんな表情しているんだろうってね、逆に顔に目を活かせることができると思います。はい、このように簡単にですが背景まで描いてあげると、周りの状況もわかりますので、一枚絵としての完成度もアップしますね。顔から描かずに画面構成から始める。でねー、すいません、最後に身も蓋もない話をします。奥歯さんは言いました、見てほしい部分はキャラクターの顔だと。もしそうであるとすればですね、顔描いてポーズ考えて、その後で構図考えて、とかね。そんな行き当たりばったりで画面構成しちゃダメダメ。いや、ダメですよ。うん。顔を見せたいって最初にそういう目的があったとしたら、もうね、行き当たりばったりではなくて、顔を見せるための画面構成から始めなきゃいけません。こんな風に、とりあえずざっくりでもいいので、画面にうっすらと顔を大きく配置して、見栄えのする構図から考えていくんですよ。顔をね、可愛く描くとか、人体のデッサンがどうとか、そういうのはひとまず置いといていいです。まずは、こんな大きさで、こんな構図で、そしてこんな見え方でキャラクターを配置しようっていうところから先に決めちゃうってことですね。で、大まかに決まった時点で、今描いた下書きを薄く透かして、今度は顔を可愛くしようとか、腕の長さ、指の長さ、デッサンが整っているかどうか、みたいなところに気をつけながら、キャラクターを描いていく。そういう順番です。これをね、同時にしようとかしてしまうと、かなり力がある人じゃないと、構図もポーズもうまくいかなくなってしまいます。奥歯さんは最終的には、一枚絵を見栄えよく仕上げたいという部分が最終目標としてあると思うので、まずは、ポージングからではなく、構図から考えてみると、より自分が目指す地点にたどりやすくなると思います。はい、今回紹介した5つの方法、並べてみるとこんな感じです。左から顔とポージングだけを考えて描いたバージョン、隣はポーズの上下を縮めて一枚絵として見栄え良くしたバージョン、そしてその隣は俯瞰構図にしてポーズはそのままに構図を良くしたバージョン、隣に行ってキャラを回転させつつ上半身に奥行きをプラスしたバージョン、そしてその隣はそもそも顔を大きくするのを諦めたバージョン。ほら、これでも結構顔に目が行くでしょ。
はい、そして最後にそもそも顔を大きく配置するための画面構成から始めたバージョンです。皆さんどの構図がお好みでしょうか。でもですね、一応最後に補足なんですが、今回紹介した解決方法ってですね、そもそもこの疑問に行き着いている時点でめちゃめちゃ高度な悩みです。だってそもそもポージングと構図、この2つをごっちゃにして考えてしまっている人の方が圧倒的に多いですから、その2つを別のものとして捉えつつ、僕に的確に質問してくださった奥歯さんはそれだけでかなりレベルが高いです。そこはね、自信を持ってくださいね。え、構図とポージングどう違うのって思っている人はですね、画面にどのような大きさで、どのような画角で、どのようなトリミングで入れ込むのかを決めるのが構図、そしてキャラクターが画面の中でどのように演じるのか、それを決めるのがポージングだと捉えてください。一枚絵を描く場合には最後に紹介したように構図から考えていくのが一番いいです。でもたとえポージングから先に浮かんできても、先に紹介した4つの手段を用いればそのポージングを見栄えよく構図に収めていくことができます。構図とポージングどちらからねスタートしても良いので、なんか一枚絵を描いていくときにうまくいかないなって思ったら、ぜひこの動画を思い出して、あれ使えるかもってね、見栄えのする構図の調整チャレンジしてみてくださいね。それと今回は構図とポージングのお話でしたが、じゃあそもそもいい構図ってどういう構図なの？そこからしてまずわかんねえんだよって思った方はですね、こちらの動画、ネガティブシェイプを知らない？それ相当まずいですよがおすすめです。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。